インドの保健当局は、新型コロナウイルスによる1日の死者の数が過去最多の3780人に上ったと発表しました。インド保健省のデータによりますと、昨日の感染者数は38万2 0人余りで、死者は過去最多の3780人に達したということです。インドでは現在345万人の新型コロナの感染者がいると推定されていますが、 医療専門家は、実際の死者や感染者の数は5倍から10倍になる可能性があるとしています。WHO ・世界保健機関は、先週世界で報告された感染者の46%、死者の25%をインドが占めていると発表しています。感染が急拡大したため、多くの人が病院で治療を受けられず、路上や車の中に簡易の施設を作って治療の順番を待っています。